皆さんこんにちは。今回は先手番でさせていきます。相手の方藤井竜王のアイコンということで、まあ特にだからというわけではないですが、早い石だからこれはちょっと角打って乱戦に持ち込みましょう。一応これが早い石だ対策で、これで先手居飛車側がまあ十分と言われてるんですけど、まあなんだかんだ難しいということで、まあアマチュアの中では結構指されることが多いですね。プロ間では最近見ないですけど、まあ、昔は指されてましたね。本当数年前何かの対局で見た記憶があるので、銀河戦、羽生さんの銀河戦だったと思うんですけど、で見たことあるので、まあプロ間でも指される有力な戦法、確か羽生さんと杉本さんだったような気がするんですけど、ちょっと間違ってたら申し訳ないですでもなんかあったと思います、昔で飛車走ると。で昔はここで歩を打つ一手だったんですけども、最近はここで馬引きが有力とされてるという話を聞いたことがあります。というわけで馬を引いていきますか。これがすごい強気な手で、これ相手の方は、ああそっちか、これ角を成って同銀に飛車を打って、まあ同金同飛車成として王手銀取りっていう手を狙ってて、馬引きはそれを受けてないんですけども、まあそれでもこうかこちらの馬が相手玉の小瓶っていう急所を狙ってるので、なんていうか反撃してさせるというわけですね。これ取って同飛車で角はどうするんやろ。まあ角打って対応しようってことか。それはどうなんやろ。歩を打って角出て、うん微妙か。馬をこれ次角で桂馬取られて同玉に飛車で馬取られると桂損しちゃうので、何か対応しないといけないんですけど、飛車の利きからかわすために馬を引くと、こう玉の小瓶を睨む位置じゃなくなるので、そこで多分角取って同銀に飛車っていう筋で攻めようっていうことだと思います。これどうするんやったかな。歩打つと、歩打つと、あ角成りか、取って同飛車角かな。で角打って飛車寄ってちょっと変かな。まあそれでどうかですかね。まあ取っていきましょう。ちょっと飛車が相手の方中途半端な位置になるので、まあその飛車を狙って指していくと。でこれは飛車を逃げると銀が取れるので、ここはもう角をどっちかに打つしかないと思うんですけど、まあ打たせて取ってど、あー違うかいや角打った時に取って同角に飛車打って角と桂馬の両取りっていう手はあるんですけど、まあ飛車取られちゃうんで微妙ですかね。うん、一回飛車寄って対応聞きますか。飛車寄ってなんか飛車取って同角に飛車打ちの筋を見せつつ、なんかどっちのうち角がこう来た時に飛車取りにならないようにちょっと飛車を活用してみましょう。これは次に飛車取って同角に飛車を打って角と桂馬の両取りをかける手が厳しいのかな厳しいのかな。まあでもあのちょっと戻るんですけど、馬引いた局面があったと思うんですけど、あそこで歩を打つのが手筋だったんですけど、そうすると結構相手の方からずっと攻められる展開になるんですよね。で今のこの展開見ていただくと分かると思うんですけど、こっちも結構攻める展開になってるので、なんていうかこの対策は結構有力だと思ってます。やっぱり一方的に攻められると結構将棋って勝ちにくいんですけど、まあこんな感じでこっちも攻める展開になればまずまずさせるんじゃないかなと。まあこれ取って踏み込みますか。同角に飛車でいきますか。あ角合わせ打ちとか、合わせ打ちじゃないか、角打ってくれてあるかな。これちょっと軽率だったかもしれない。あー角打ちも、これ今切ったのはちょっと軽率だったかもしれないですね。角打ってくる手もあったかもしれないですけど、まあ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 香取りなら、まあこっちも桂馬取っておいて、まあ桂馬は相手の方にも取られるんですけど、まあこっちも香車補充しときますかね。後々馬で飛車取られそうですけど、まあこの飛車は馬で取られる分にはいいかなと。ああこれは香車に紐をつけてきましたね。馬で桂馬活用しようかな。でも歩打って桂馬跳ねて歩成られてまずいかな。
でもこの歩って桂馬取ると香車取れるようになってるので、あでも次銀上がられるか、銀上がられるとここも馬利いててここも馬利いてるんでこう引くしかないんですけど、竜が引いてしまうようではちょっと面白くないですね。なんで何か引かないでいい対策があればいいんですけど、そう考えてやっぱり桂馬をちょっと考えてみたくなる。桂馬跳ねて歩打って桂馬跳ねてと金作られるんですけど、桂馬跳ねて真ん中狙う、でも銀上がられて真ん中を守られる。いやー謎謎。桂馬跳ねがすごい味はいいけど、シンプルに歩打たれて狙われると微妙かな。まさかここに歩を打って馬を止める人はいないだろうし、まあ桂馬っていうなんか相手玉に効いてそうで効いてない位置に打っておいて馬の利きを止めるっていうのもあるけど、ちょっとな、桂馬跳ねて歩打って桂馬跳ねて歩を成って、そこでなー、そこでなーって感じですよね。桂馬打つはどう馬か、桂馬で遮断する。いやこれでもなあんまり効いてないもんな多分。なんかまあ後々上に逃げてきた時にここに桂馬いれば効いてそうな気もしますけど、すごい薄い望みというかちょっと違う気がするよな。銀上がるとかもあるけど、さすがにちょっと銀上がって桂馬取られて香車取るっていう手もありそうですけど、ちょっとなここにいる銀が不安定な形なのであんまりやりたくない気がする。いや桂馬しか見えへんくなってきた桂馬しか見えへんくなってきた。桂跳ね歩桂銀歩成取る同桂、いやーそこでそこで歩取る取る、いやそんな人いない。待って桂跳ねて歩って桂でなって取って同桂、そこで飛車逃げてもと金寄られちゃうんでそれは厳しいでしょ。いや桂馬打つかちょっと違うけどな、これ絶対絶対違うけど他が分かんなかった。しょうがなしの桂ですね。いや何やったんやろう。ちょっとこれは後で見たいですね。まあただこっちもやっぱり竜で攻めれてるんでそれは大きいですね。結構この早い石田の対策、早い石田結構やられるの嫌な方多いかなと思うんですけど、結構それってこう相手の方からこう玉の小瓶をずっと攻められたりする展開が多いから嫌っていう方結構多いと思うんですよね。でも今回この形は攻められるだけではないので結構に有力と。飛車浮いて飛車回り見せるとか変かな。飛車浮いて桂馬取らせて飛車回って結構それが受けにくそう。いやでも変かな、飛車浮いて桂馬取られて飛車回って馬引かれて飛車成り、まあそれならいいか。飛車活用してみますか。てか全然時間ないやん最近こういうことが多い気がする。で回ってまあ馬引きの筋があるんで一回銀上がっておく手もあったけど、とりあえず先回ってでこの地点を受けるには、あでも角逃げられるのか。まあこれ金を上がるしか、この地点を受けようとするとここしかないんですけど、金上がるしかないんですけど、それ同流で同銀に飛車なれるんでこっちとしてはいいと。ただこれ角かわされた時が難しいですか。角かわされた時どうするか難しいか。角かわされたらまあ一回銀上がって、あそれは同飛車ですね。いやでも同飛車に馬引きとかそういう話か。待ってそれなんかややこしいな同飛車でいいと思うけど馬引きがちょっと嫌っていう話はある。わどうしようこれ。一回銀とかやるとそこで切ってきますよね。同玉で馬引き、いやどっちがいいんやろ。なんかそれすごい悩むなそれすごい悩むんですけど、待って待って、えちょっと待って、なんか妙に悩む。その手取って馬引いて、妙に悩むあでもそこで、いや違うわ、
待て待て。いや、一回銀かな。いや、ちょっと、わかんない。な、取れたんですけど、取るとそこで馬引かれて、なんか、桂馬取った手が飛車取りになって、なんかこう、どんどんいじめられそうだったんで、とりあえず一回銀上がったんですけど、そうしちゃうと、この角を取られる前に、この桂馬を取っちゃえと、こう、食いちぎってくる手があるんで、どうやったんやろ。ちょっと微妙かな。取って同玉。取って同玉で、まあでも馬逃げて、そこでどう攻めるかか。まあ香車一回補充しておくぐらいが大人なのかな。香車をこう次補充する手が、ここに香車打って銀を狙う手と、こう飛車を、この飛車を一段目になる攻めを睨んで、結構厳しそうなんで。あ、同角の方ですか。同角の方はどうしようかな。同角の方には、馬の方を取るという話もあるけど、さすがに同歩か。で、馬引いて馬引きを見せるってことか。ああ、そっちで取ったら馬引きと、それが竜取り。いや待って、全然時間ないやん。角打つ、ここに引かれると馬を活用されちゃうんで、角を打って馬引きを防ぎつつ、なんか銀を睨みつつ、まあ香車を取る手も見せていきますか。まあでもこう取っちゃうとな、ちょっと冴えないっていう話はあるけど、まあこれは取りましょう。で、ここでいじめてくる感じかな、馬を。あ、角を。角いじめて、桂馬食いちぎって同歩に、なんか、桂馬とか。あ、そっち。まあこれ多分こっちで食いちぎった方が自玉が安全になるんで、こっち食いちぎってからの飛車なりかな。ここになって、頭に銀とか香車とか打つ手を見せていくと。うん。まあ、次銀食いちぎって同金に銀打てば、おそらく詰みまでありそう。銀取って同金に銀打って攻めていくと。ああ、だから香車。ああ、これ、取るとこっち取られるか。ってことは、同竜同銀、同竜。いや、ちょっと違う。竜寄る。いや、これなんかいろいろありそうでわからん。いろいろありそう。ここかな。ここだとこう銀を取る手と、あと玉頭に利かすことができるので、なんかいろいろ含みが多そうな気がする。ああ、だから角打ち。いや、ちょっと待って。そういうベタベタ打たれると、真剣に時間が、時間問題がすごい。時間問題がすごい。ちょっと手順に馬引かれないようにだけ気をつけたいですね。で、桂馬と、桂なり狙い。ちょっとこっちも玉の小瓶を攻められて怖い形なんですけど、まあ今すぐ取られても同玉で大丈夫なんで、その隙に攻めちゃおうっていう狙いですね。銀上がる。あ、桂打ち。まあ香車で足すか。同桂は同桂なり。角を逃げると、まあ香なり。でも角逃げた手がこうか。まあでも角逃げて金取ってはまあまあまあ結構うるさいでしょう。こっち側の逃げ道をなんとかしたいんですけど、わー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 、角かな、攻防っぽく。次竜を移動した手がこう角で王手みたいな、そういうテクニカルな手をで取らせて同玉で、手順にまあちょっとこう嫌な、自玉付近にいて嫌な、嫌だった成香を消しておくと。で、次やっぱり竜で移動すれば、どこか移動すれば空き王手になる形なので、相手玉を寄せやすくなってると。まあ相手の方桂香だけだとまだこっちの玉寄らないと思うんですよね。桂馬打たれても、まあでも桂馬打たれた時どこ逃げるか問題がすごいな。玉引く、馬の王手香車、桂馬には玉寄り、歩同玉。あー、一回ね、一回はまあ歩かな。桂馬に寄って耐えましょう。早く竜入りたい。竜入れば角の利きで王手と、次竜で金を取る手の両狙いで、まあ王手金取りみたいな感じなんで、早く早く。ああ、待って、それは竜入ると、あ、てか同竜か。同竜が王手。同竜が王手。だからこれなんか王手となんか両方受けれてないですよね。合駒した時に取っとくと。よし、ボロッと取れた。次取る手が
同玉に頭金からの詰みを狙って厳しそう。ただ取って逃げられた時に入玉だって言われると、あ待って馬入られて、あそこそれは同角かな一回、あで香車、あそれは一回取る。同玉は頭金、これは罪ですね。あれ金同桂同桂なりで罪ですよね。今逃げられると結構ややこしいかなと思ったんですけど、まあ逃げられても香車の王手とかで寄せられる形、寄せることができそうな形なんで、まあこちらが手厚いかなとは思ったんですけど、これで罪ですね。まあそのあたりもちょっと感想戦で見ていきたいと思います。というわけで感想戦なんですけども、今回は対早石田で角を打って乱戦の将棋ですね。でこう飛車を走ってきた時に馬を引くっていうのが、まあ、比較的新しい対策で、とあの、まあ、飛車取ってくれてもあるんですけど、それもまあこちらとしては十分させます。で飛車を引いてくるのが確か女流棋戦であったような気がするんですけど、まあ、次に角で桂馬取って同玉に馬で飛車で馬を取ろうっていう手なんですけど、まあ、こちらとしてもこう角を打って反撃できるので十分ですね。まあ、従来のその早石田対策ってこっちがひたすら攻められて、まあそれを受けるっていう将棋になることが多かったんですけど、まあこの対策はまあ本譜もそうなんですけど、こちらからも攻めていけるので結構有力かなと思います。で角打って飛車寄って取って取って飛車打って、まあこの辺りはいい勝負だったんですけど、ここですね。いやここを問題にしてると思うんですけど、ここをどう指すかすごい迷って桂馬だったんですけど、これはやっぱり良くなかったですね。で最善はこれ言われてそっかってなったんですけど、全然見えなかったんですけど、歩を打って、まあ、銀逃げるんですけど、桂馬打ち込むっていう素朴な手がありましたね。いやこれ全然見えなかったですね。そっか言われてなるほどってなったんですけど、まあこれで同桂なら同歩成で、まあ、金仮に逃げても取って同金に歩を成って攻めていくことができるので、まあこう指せばこちらとしても、まあ、まずまずで戦えたっていうところですね。まあちょっとそれは見えなかったそれは見えなかったですね。まあでも比較あの全体的に見れば、なんていうんですかね、こちらが手厚い形勢というか、こちらが、まあ、比較的ずっと形勢がいい局面が続いてましたね。まあやっぱり竜2枚できて相手玉の小瓶を攻めれてるので、それが大きかったですね。まあ、こっちの玉もちょっと中段に出てしまって怖い形ではあるんですけど、相手の方の攻め駒もそんなに多いわけではないので、こちらとしては十分な形勢になってます。で最後これ銀を取った手に対して同玉で頭金で以下詰みだったんですけど、まあ、これ竜で銀取った時に逃げる手も考えられるんですけど、それは香車王手で打つ手がすごい痛い手で、これ玉を逃げると金を打って逃げて銀打ちで罪になります。とはいえこの香車の王手にここですね、この香車の王手に逃げないで受けようとすると馬寄りしかないんですけど、まあ、同香って取っていけば、まあ、罪もあるかもしれないですし、まあ、罪がなくてもこの馬が消えてしまえばこちらとしては怖いところがないので、はっきりこちらの勝ちになります。というわけで最後はこちらの勝ちになってましたね。まあ、こんな感じでこう攻めながら相手の林田のこう攻め方、林田に対してこちらも反撃しながら対応できるので、この対策結構おすすめです。なんでぜひ使ってみてください。1級から2段の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しくは概要欄からご確認ください。